めっちゃめちゃね、もう本当に懐かしいガチャ発見してしまいまして、早速、パカリス、コロリスト、ラインナップの紙をね、やばくない？これ、スーパーファミコン。全5種で、スーパー、うわー、懐かしい。今の子供たちはなんだこれってなるかもしれないけど、もう俺の世代はこれと共に育ったからさ、スーパーファミコンと共に成長してきたので、もうね、相棒みたいな感じなんだよね、スーパー、懐かしいな、お前。スーパーファミコン。1990年11月21日発売だもんね。もうそんな前なんだ、スーパーファミコンって。ほんとお世話になったな、小さい頃は。で、スーパーファミコンのガチャがね、あったんだよね。1回400円で、全5種。そして他のラインナップ、サテラビュー。うわ、超懐い。苦しい。胸がときめくね。スーパースコープ&マリオペイント。もうこれ持ってるやつは当時ヒーローだったからね。で、これがね、俺的メインディッシュだったんだけど、スーパーファミコン&スーパーゲームボーイ。これもう胸が本当に苦しくなる。当時思い出さん？これ。このフォルム安心するよね。ありがとな、本当。一緒に共に育ってくれて、お前なしでは俺のね、子供時代は語れないからね。スーパーゲーム、これね、スーパー、ファミコンで、ゲームボーイができるの。このゲームボーイガシャンって入れて、スーパーファミコンにガシャンって入れると、スーパーファミコンでできるつ画期的なアイテム。そしてね、これ2の方が一番欲しかったんだけど、めっちゃ見にくいんだけど、これドンキーコングなんだ。これが欲しくて頑張ったんだよね。でも3回で来てさ、やめようと思ったんだけど、狙いのコンプせずに、狙いの来たらやめようと思ったんだけど、いやもうここまで来たら3回やっちゃったからコンプしようと思って、やった結果1回も被らなかったっつ、こんな運がいい日もあるんですなと。で、スーパーファミコンと周辺機器の接続の方法も書いてあり、やべえなー、懐かしいな、スーパーファミコンとサテラピュートの接続。もうなんかワクワクしない？こういうの見ると。 すごいワクワクするよね。で、衛星放送専用カセット。もう涙が出そうです。ありがとうございます。まあ、とにかくさ、これ白黒で分かりにくいので、本物をみんなで見ていきましょうか。まずはね、このね、クリアなね、カプセルに入っていまする、パカリス4号と、もう一回開ける羽目になるとね、もう一回開ける羽目になるとは、2回開けると、ちょっと楽しすぎね。2回パカリス4号という、ほほほ、最高じゃねえか。そしてね、うわー、見てみんな、このクオリティ。ちょっと待って、このリモコンとかみんなわかんないでしょ、これ。今の子たち、これ。昔はこれでね、ストリートファイターとかやったんだよ、これで。超絶離脱。YXAB。で、ここにね、LR っていうね、ライトレフトっていう、ここの、あれもあり、押すボタンもあり、で、セレクトボタンとスタートボタンがあると。で、十字キーね。十字キー。うわ、すげえ、めちゃくちゃリアルなんだけど。で、差し込み口。待って、これリアルにさせるってことでしょ？マジで？ちょっと待って、すげえ。待って、向きってさ、向きってこうで合ってる？向きってこうで合ってるよね。素晴らしすぎる。うわ、何これ。ちょっと、これしかもカセット。これね、みんなね、やべえわ。ゲットするしかないわ。ちょっとカセット入る。 で、カセットがね、もうこれみんな持ってたと思う。もうみんな、俺の友達で持ってないやついなかったから、ちゃんと。ゼルダの伝説。超懐くない？これ今でも持ってる。実家にあると思う。実家に今でもあると思う。スーパーファミコンのゼルダの伝説。これ面白かったな。てってれー。てってれてれれー。裏側もすごいわ。ここに名前書くんだよね。ここかね、ここに名前書くんだよね。うん、自分の名前を書いて、仮パクされないようにつ。仮パクされないように、ここに自分で名前を書くという。さすがに本体には名前書いてるやついなかったけど、俺は書いてたんだよね、この辺に。あ、裏だったかな？裏かね、ここに名前書いてたんだよな、確か。すげえ。裏にも、ちゃんと線、コード刺すとこがあるね。いや、素晴らしい。そしてね、行きましょうか、みんな。これすごくね、これ。こんなちっこいのに、超絶に。この入る瞬間、カチャリス。カチャリ、カチャ、うわ、本当にカチってなる。はい、うわ、入れる感触がマジで、スーパーファミコン。うわー、すごすぎる。何これ。よだれじゅるりです。でね、こっちのリモコン、コントローラーもね、コントローラーも入れて、あ、コントローラー逆か。あ、待って、これどっちだっけ、上。あ、違う、これ逆だわ。こうだね。正確にはこうだ、こうだ。こういう感じになって、うわー、スーファミやりたい。スーファミ、正月もスーファミ三昧にしようかな、これ。 いいね、久しぶりにスーファミをやるという。もう全然やってないもん、もう。で、これがさ、赤とか黄色と、白だっけのさ、あ、黄色、赤、白、合ってるよね。の、線、映像とか音を出すさ、線をつなげる、あれでね、配線、ないんだけどね、先っぽはないんだけど、これは、ここに刺すんだよね。こういうことでね。こういうふうに刺して、わあ、すげえ。で、これが電源の、うわ、懐かしいなー。これ熱くなるんだよね、めっちゃ。すげえ熱くなるんだよね、これ。懐かしすぎない？このアダプターって言うんだっけ、これ。
アダプターだよね、確かね。で、カセットはね、ゼルダだけじゃなくて、これもみんな絶対持ってたと思う。絶対に持ってたと思う。ってるでるって。もう伝説だよ、これ。スーパーマリオワールド。うわ、懐かしい。これ当時全クリできなくてね、もうめっちゃ苦しんだ記憶がある。シールちょっとずれてね、でも。シールちょっと、あ、まあ、でもずれてないか。懐かしい、このパッケージ。パッケージまでも覚えてるわ。ゼルダとね、なんと懐かしのスーパーマリオワールドがついているという奇跡ブレコレベルマックス。懐いよね。みんなこれ当時やりまくったよね。ほんとお世話になったよね。一緒に育ったよね。ありがとう。なんか昔の友に会った気持ちになるね。スーパーマリオワールド、あ、待って、マリオ入れるかな。もう完璧じゃないですか、これ。もう今さ、スーパーファミコン持ってないけど、ね、このフォルムを見たいっていう人には最高のガチャだと思う。もうこれ見てるだけでニヤニヤしちゃうもんね。コントローラーに、スーパーマリオワールドがぶっ刺さっている。スーパーファミコンに。奇跡ミラゴーレベルマック。あの、アダプターもすごいリアルなのがいいよね。ガチャ。でもって、お次はね、これもまた涙出るぜ。超絶に、懐かしい。もうパッケージ見るだけで涙出てくると思う。スポリスコロリスト。うわぁ、サテラビュー。そしてね、もうこれなんですよ、これ。メインディッシュ。このパッケージをみんなにね、見てほしい。パッケージを、さっ、いきます。僕のお顔を見てください。やべ、シールずれてね。でも、ちょっとシール右肩上がりになってね。ちょっとすげえ、ちょっと待って、ショックなんだけど。マジで、右肩上がりになってるシール。ちょっとそこはショック。しかもね、これね、メモリーパックが取れるっつう奇跡ミラクルレベルマックスよ。メモリーパックもちゃんと取れるんだよ。すごくね、このリアルさ。完璧し、ちょっとシール曲がってるのが嫌だけどね。マジでか、シールがちょっと曲がっている。そしてね、他の付属品はね、桜ピー。まあもうみんなさ、形的にわかると思うけど、見たことない人も、スーパーファミコン初めて見る人もこんな感じでね、ドガシャンとなるんですよ。めっちゃロボコップ。でもって最後にここをセッティングして、完成しました。スーパーファミコンと、サテラビューのセッティング。いや、素晴らしいわ。何このクオリティ。もう字も細かいところも書いてあるんだよね。ちゃんとプリントされてて。そして、あ、もうこれやべえ。やばくないこれ。うわぁ。この細かいところがいいよね。細かいところもちゃんと作り込まれていて。そしてなんといってもこれですよ、パッケージ。シール曲がってるのはすごく悔やまれるけど、自分で剥がしてさ、もう一回、いやでもぐっちゃになるからやめた方がいいよね。サテラビュートのセッティング。うわぁ、もうね、なんか重さが、もう、すげえ、重量感が半端ないことになる。かっこよすぎじゃないこれ。やばいね、やっぱ、もう、男の子ってさ、こういうの好きだもんね、小さい。もう合体だけで喜ぶもんね、こうやってね。スーパーファミコンのさ、こう合体だけでもさ、すげえ嬉しいよね、ガチャンって。ありがとうございます。そしてね、これが本当に楽しみだった。めちゃくちゃ楽しみだった。バカリス、仕事。はぁ、でも一番最初に来たんでね、これ一番最初に出てめっちゃテンション上がった。うわ、スコープですよ。うわ、もう何このロボコップ。これシール大丈夫？シール大丈夫か？大丈夫だよね。よかった。いや、これむしろカセットだけのガチャでも絶対売れるよね。10個セットぐらい。これちっちゃいからさ、10個セットぐらいで100円とか200円とかでさ、売ってくれたらめっちゃ売れると思うんだけど、今まで出た全カセット、スーパーファミコンのめっちゃ売れるよね。俺すげえ、ドンキーコングとかも欲しいな。ドンキーコング1、2、3。全部欲しくね。やべ、あの、パッケージ的にはね、やっぱ1が一番好きかな。あの、グリーンのバッグにね、ドンキーとディディがこう、手をさ、こうやってる。あれいいよね。あのパッケージね。この最強の並びですよ。素晴らしいな。まだまだ欲しいカセットたくさんあるんだけどね。いや、もうみんなもあるでしょ。当時ハマってた思い出のカセット。それをさ、こうコレクションしていくのって、よくない？いいね、めっちゃいいよね。こうちっちゃいスーパーファミコンのカセットでコレクションする。やべ、もう新しい楽しみを発見してしまった。そしてね、これですよ。うーわー。もうロマンですよ、これ、本当に。ロマン。大人になってもこんだけ興奮できるってことは、子供の頃やばかったろうな。もう興奮レベルが。ちょっと待って、今の音聞いて、今の音。うわうわたまらんね。たまらんけど、超絶に懐かしいフォルムしてんだけど。これめっちゃかっこいいな。先輩の家行ってね、やりまくったもんね。まあその当時はまだくんづけで呼んでたけどさ、中学入ってから先輩って呼ぶようになって、もう先輩の家でやりまくって、そして、これが、あ、スーパーファミコンマウスだ。うわ、めっさ熱いんすけど。めっさ熱いんすけど、スーパーファミコンマウス。あ、で、これがマウスパッドだ。これがマウスパッド。マウスパッドにこう置いてね、使うんだよね。スーパーファミコンマウスはこうやって。で、これが、なんだろう、あ、レシーバーだ、レシーバー。これレシーバー。レシーバーがついて、スーパースコープのレシーバーがついてて、で、スーパースコープに、あれ上のやつがない。上につけるやつがあるはずなの。あ、これだ。あったあった。これをね、つけて、
完成ということで、やべえな、これもうたまらんね。見てこのかっこよさ、これ今でも通用するよね、このデザインね。めちゃめちゃかっこよくない？うわーうわーすげえ。ちっちゃくなってもこの迫力だもんね。かっこいい、スーパースコープ。もう神だわ、このデザイン。スーパースコープに、そしてね、マウスセット。もうこれも素晴らしいね。あとカセットも素晴らしかったし。ありがとうございますわ、本当に。いやー、この商品マジやばいわ。2017年最後に最高のガチャをゲットできてよかった。本当にありがとうございます。そしてね、これもう、こっからがメインディッシュだから、バカリス4号と。うわー、来たかー。ついに来てしまったか。もうね、まあ、知ってる人はさ、懐かしいと思ってほしい。そして知らない人はね、あ、こんなものがあったのかと、もう感動してほしい。感動と興奮をね、味わってほしい。ザンと降臨。まず、他のセット内容はね、スーパーファミコンのやつと同じなんだけど、このね、はぁ、マジか。これ BGM が神なんだよね、これ。BGM がね、これ今でも実家にあると思う。多分探せばある。捨てられてないよね。BGM がね、聞くと涙出そうになるんだよね。懐かしすぎるわ。これ確か全クリできなかったんだよな、俺。全クリできなくてしてもらったんだよね。めっちゃ、俺ゲーム下手でさ、当時から。もうこれだよね。このフォルム。もうさ、ゲームボーイをさ、スーパーファミコンでできるっつう、この、価値。素晴らしい。うわ、ちょっともう一回やっていい？今の。ごめん。もう一回やっていい？今の。たまらんわ。言います。言います。言います。ポチッ。来るわ、心に来るわ。すっげえ懐かしい、ありがとうございます。もうこれが欲しかったんだけど、俺が欲しかったのね、2の方のドンキーコングがいる。ドンキーコングとかマジもう超絶やったもんな。ついにこの瞬間が来てしまいました。めっちゃもう楽しみだったんだ、見たかったんだ。ザンと降臨、黄色いカプセル、パカリス死亡。もうセロハンテープはね、バッチね、取ってあるからね、もうね、つまずかないように。うわー、来ました。ほほほ、いた、いました。みんな見た？みんないたぞ。みんないたぞ。うわぁ、もうこの、いや、懐かしい。このドンキーコング、超絶にやり込んだよ、これ。もうこれは超絶にやり込んだ。もうこれ全クリしたからね、ちゃんと全クリしたからね。もう全、うわぁ、やっべぇ、懐かしい。もう涙出てくる。やばい、年末に泣くというね、まさかこんな。当時思い出すね。ソファーに、あのソファーに座って、実家のあのソファーに座ってやってたんだ、俺。一人でずーっと熱中してやってたんだよね。ほんとこれと成長してきたわ。ありがとう。子供の頃の思い出が蘇る。もうほんとリアル、やーべえ。やばくね。これ本物ちょっと持っていきたいね。ちょ、実家帰った時持ってくるわ、全部。ほんと、もう全部、いやでも今場所ないからさ、部屋に。場所ないから持ってきてもあれだから引っ越してからな。やべえ、めっちゃ懐かしい。そしてこのクリアなね、このクリアなめっちゃかっこいいボディ、ゲームボーイ2、スーパーゲームボーイ2に、ここにね、ここにね、いきますよ、いきますよ、皆さん。チュポコ、お、苦しい。いや、もうやったことある人なら分かれると思うんだけどさ、まあ、今の子たちはちょっと分かんないと思うんだけど、この感動と、まあ、売ってると思うから、ぜひね、今の子たちも気になったらやってみて、スーパーファミコン買ってさ、てか3台になったらスーパーファミコン。スーパーファミコン3台、あとは全部同じなんだよね。あーやばい、これ本当にもう胸がときめく。もう置いてね、飾って見てるだけで、めちゃめちゃ胸がときめくんですが、ありがとうございます。本当にもうね、こんなガチャを発売していただき、もうありがとうございます。もう感謝の気持ちしかないね。2017年最後の締め、ガチャ締めに、本当にいいガチャをゲット購入することができました。ありがとうございます。めっちゃかい、すっげーちっちゃい。チョコエッグのね、フィギュアと比べてみると、こんぐらい大きさ。すごくちっちゃいの。こんなちっちゃいのに超絶リアルで、めちゃめちゃ、いやーすごいな、これ。心が癒されるわ、本当に。めっちゃクオリティ高い。ありがとうございます、本当に。2017年のガチャ人生に悔いはなかった。で、2018年のガチャ人生にも、ね、気合を込めていけるね、これで。ありがとう、本当に。モアナを下にセッティングして、これで終わりましょう。じゃあ、また次回、2017年のガチャ動画はこれで最後になります。2018年もさ、いろんないいガチャ出てくれると嬉しいな。どんどんこのガチャコレクションを増やしていきたいんだよね。カセット出てほしいね、このカセットシリーズ。カセットほんとたくさん出てほしいから期待して待っていましょう。それでは、さようなら。2017年ガチャ、最後です。なんか来るね、心に。こんないいガチャできて本当によかった。
まさか最後泣くことになるとは、マジで涙出てきた。やべえ、なんかいろいろ思い出したわ。2017年のガチャ、いろんなのやったなと。最後こんな素晴らしいガチャで終われてよかった。2018年もみんなよろしく。また来年お会いしましょう。